おはようございます、黒みつばです。ということで今回はですね、とうとう来ました呪術廻戦コラボの動画になります。今回紹介するのが間違いないぶっ壊れキャラの五条悟です。このキャラについてどこよりも詳しく、まあ、いろんなキャラとの比較だったりとかで動画を撮ってきましたので、今回はそちらを見ていただこうかなと思います。でまずはですね、五条先生の SS について見ていこうかなと思います。でまあ五条さんの SS を見ていく際に比較の対象として今回はクラピカを比較対象にしていこうかなと思います。まあクラピカと五条先生の SS 非常に似ている SS で、でなおかつですね、スピードのステータスの方もわずか4しか違わないので結構いい比較動画になってるんじゃないのかなと思います。さあということで、まずは SS の1段階目ですね、まあ、こちらについて、まあ、スピード面ですね、減速率だったりとか加速の面で比較していきました。はい、ということで、まあ、ちょっとね、クラピカの方が先に、SS の演出が入っちゃいますので、若干そのクラピカの方が遅く見えたかもしれないんですけど、停止位置的にはねこんな感じに同じになってます。はい、ということで続いて2段階目ですね。まあこちらも結論から言ってしまうと変わんないです。はい、停止位置見てもらえばわかるんですけど、もうほぼほぼ変わんないですね。なのでなんか使ってみたの時点で五条先生の方が減速率が高いんじゃないのかみたいな、スピードが遅いんじゃないのかみたいなことが言われてたんですけど、おそらくそんなことはないですね。うん、まあこれだけ結構しっかりと比べて同じぐらいなので、はい、まあそんなことはないのかなと思います。で SS の攻撃倍率ですね、こちらの方も計算してきました。でまあ詳しい計算等はね書いてあるんですけど、まあ結論から言ってしまえばクラピカの1段階目が約 1.75倍で、2段階目が約 2.5 倍となってます。で五条先生の方が1段階目が 1.6 倍、2段階目の方が 2.4 倍となっております。でまあこれ倍率だけ見るとクラピカの方が高く見えるんですけど、まあ、数値の方ね見てもらったら分かる通り、五条先生、クラピカより攻撃力がだいたい3000ぐらい高くなってます。まあ、なので2段階目に関して言えばそこまで変わんないのかなっていうのが個人の感想ですね。で最後にクラピカとの比較を一覧で出しておきました。まあ、攻撃倍率だったりとか減速率加速率だったりとかっていうところに関しては、まあさっき言った通りなんですけど、それぞれねちょっと特徴がありまして、クラピカの場合は毎ターンで毒みたいな感じで4000ダメージを食らってしまいます。で一方五条先生の場合はダメージオール、重力バリア、ワープ、地雷に加えてブロックも無効化してくれますと。でさらにいらんことに遅延までついてくるので、まあほんとぶっ壊れですね。まあ単純な SS の比較で見てみると、さすがに五条先生の方が上なのかなと個人的には思いますね。で続きまして五条先生が初めて持ったアビリティの状態異常レジストですね、こちらの方を見ていきましょう。でまあこちらの状態異常レジスト、どういったアビリティになっているかっていうと、 HP75% 以上だったら状態異常にかからないっていうアビリティになってます。なのでこんな感じにアビリティロックだったりとか毒も無効化してくれます。あとは状態異常無効化って書いてあるので、まあ混乱だったりとかね、結構かわすのが難しかった状態異常に対しても対応できるのかなと思います。でちなみになんですけど、魔法陣ですね、こちらに関しては HP75% 以上でもかかってしまいます。まあ理由としては魔法陣って扱いとしては状態異常じゃないので、まあ状態異常回復だったりとか状態異常回復ブラストだったりとか、あいた状態異常を直すものでも直せなくなってます。でさらにですね、この状態異常レジストはマップ移動時に状態異常にこの五条先生がなっていて、そのマップ回復で HP が 75% 以上になった場合っていうのは状態異常が治る仕様になってます。なのでまあこんな感じに毒を直したりとかっていうこともできます。でこのマップ移動時に HP が 75% 以上になっても治らない状態異常が一つあるんですけど、それがアビリティロックです。これも簡単な話で、アビリティロックっていうのは状態異常レジストを無効化してしまってるので、そのマップ移動時に状態異常を直すっていう効果すらも無効化されている状態になってます。なのでアビリティロックに関してはマップ移動時に HP が 75% 以上でも治らなくなってます。で続きまして友情コンボですね、グロースフィアと超強爆破拡散弾っていうことなんですけど、まあグロースフィアに関してはね、皆さんトレノバが持っていてかなり強い友情コンボ、さらにそこに超強爆破拡散弾と貫通で当てやすいっていうところで、まあかなりね強いキャラなのかなとは思うんですけど、
個人的にはこの五条さんはあくまで殴りのキャラで、殴りのキャラに強い友情コンボがついたっていうイメージですかね。でまあもっと言ってしまうと、多分友情コンボだけのことを考えれば五条先生使うことっていうのは個人的にはないのかなと思ってます。まあやっぱ一番の理由としては超砲撃型にならないっていうところですかね。うん、まああとはグロースフィアもやっぱ運枠のトレノバが持ってる分には強いんですけど、まあガチャゲンのキャラと比べてしまうとね、やっぱちょっと安定度に劣る部分だったりとか、雑魚を残してしまう部分っていうのもあるので、まあ個人的には友情コンボのキャラとしては使わないですかね。でも正直殴りのキャラとしてのスペックがもうあまりに高すぎるので、まあ、それでさらに友情コンボでも派遣取っちゃってたら多分マジでモンスト終わってたと思うので、まあちょっとむしろ安心かなっていう感じですかね。最後にステータスと残ったアビリティについて解説していきます。いやー、この五条先生ね、マジステータスめちゃくちゃ高いんですよね。 HP が 24,000、 攻撃力が 34,000 で、スピードが415っていうことで、もう申し分ない。あの若干確かに HP が低いと言われれば低いのかもしれないですけど、まあ、攻撃とスピードに関してはもう本当に申し分ないなと思います。でアビリティの方もマインスイーパー L で超ダメージウォール、状態異常レジスト、アンチ減速壁、ソウルスティールっていうことで、まあ、まずはマインスイーパー L がね、地雷持ってる時に攻撃力が 2.5 倍になるということで、まあ、この高い攻撃力にさらにバフをかけてくれる。で続きまして超ダメージウォールですね。こちらがダメージウォールに触れると 1.3 倍に攻撃力が上がるよっていうアビリティになってます。でまあ状態異常レジストはさっき解説したのでちょっと省きますけど、でゲージで持っているアンチ減速壁、まあ減速壁に止まらないと。でさらにソウルスティールですね。でまあソウルスティールに関しては五条先生のターンに敵1体倒すと1体につき HP が5000回復するよっていうアビリティになってます。なのでそのマップ移動時に、状態異常レジストがね 75% 以上だと状態異常回復してくれるっていうのはソウルスティールとも結構噛み合いいいのかなと思います。でまあ最後に五条先生の最終的な評価ですね。最強です。マジで強い。あの弱い点というか、まあ強いて言えばあの超砲撃型にならないのが残念だなっていうぐらいで、まあそれもあの本当に低難易度の周回、究極レベルの周回ではまあやっぱまだマルタとか、モツァルとかあそこら辺使っていくと思うんですけど、普通に友情コンボも強いですし、まあ SS はねそのクラピカが証明している通り本当にぶっ壊れだと思います。16ターンプラス8ターンで、まあ通常のオールアンチプラスアルファブロック無効と、まあそれが2ターン継続でさらに遅延もかけてくれるっていうことでね。でも本当にこれはちょっとやりすぎだと思いますよ、 SS に関しては。でまあアビリティに関してもね、今のところ唯一無二な状態異常レジストだったりとか、殴りに強いマインスイーパー L 超ダメージウォールでもう申し分ないステータスということで、もう評価間違いなく最強キャラです。まあ全体的なバランスを見ればもう多分本当に最強キャラだと思います。一番だと思います現状。まあ今後ね五条先生持ってるかどうかでモンストライフ結構変わる部分もあるのかなと思うので、まあ7日にね覇者の塔も来ますし、まあそのオーブとか使ってね、五条さんピックアップの日にガチャ回すことをまあ個人的にはおすすめしますと。ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンなどぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。黒三つ葉でした。